折笠とよかずは、地方競馬の浦和競馬場、富田俊夫級舎に所属していた元騎手である。浦和競馬場へ、休務員として入り、2001年6月1日付で、地方競馬騎士免許を取得、内田智和級舎からデビューした。同年6月11日、浦和競馬第五競争でレース初騎乗。その後、富田藤夫級舎に所属変更。勝ち星。 非常場ともに恵まれなかったが、2005年10月21日、浦和競馬第6競争にて、リトルクラウドに騎場し、311戦目、デビュー4年4ヶ月目にして、待望の初勝利を手にした。しかし、それ以後再び勝ち星から遠ざかり、2勝目を挙げたのは2013年5月20日のことであった。 初勝利から2勝目までの間の810連敗は、騎手としての最長連敗記録であるとも言われる。2011年6月3日付で、富田藤夫調教師が引退したため、6月4日付で、吉田正美旧社へと所属が変更されたが、富田藤夫氏の息子である年尾氏の開業に伴い、同年7月21日付で、富田年尾旧社所属となっている。所属していた、 富田藤尾急車が、浦和以外の他上への遠征にも、積極的であったことから、大井競馬場、川崎競馬場、船橋競馬場での騎乗機会も多かった。しかし他上を開催でも騎乗を任されるのは、賞賛の薄い馬がほとんどで、他上での成績も芳しくなかった。浦和競馬開催時には、粗品配布などのファンサービスや、募金活動に、積極的に参加しており、 公式サイトにその様子がしばしば掲載されていた。2017年1月31日付で機種を引退した。地方競馬データ情報機種情報、折笠とよかず。地方競馬全国協会。2018年8月15日閲覧。地方競馬トピックス、浦和競馬からのお知らせ、折笠騎手の初勝利について。2005年10月25日時点のオリジナルより。 アーカイブ、2010年12月4日閲覧。折笠記氏は8年ぶり V、5年10月以来2勝目。スポーツ日本、2013年6月19日時点のオリジナルより、アーカイブ、2013年5月21日閲覧。春うららを超える、192連敗競争馬の行方は、日刊 SPA、不走者。2018年8月15日閲覧。 折笠と横月種の所属厩舎の変更について、裏分けは、折笠と横月種の所属厩舎の変更について、裏分けはニュース。ありがとうございます。